大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、2019年末タッグリーグ23回目の動画やってまいりましょう。現在見ていただいているのは、ランキング表ですが、前田明ビッグショー組が唯一の41点でトップ、そしてアニマルウォーリアージョニーエース組が36点、そしてスタンハンセンブルーザーブロディ組も36点でこれを追う。その後はちょっと離れている状況ですが、さあ大どんでん返しがあるかということになりますが、本日もやってまいりましょう。北斗晶ライオネスアスカ組対アグネス仮面マスクド西岡の試合からやっていきましょう。試合開始です。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイヤープロレスリングワールドの Steam 版、PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にアーダコーダと実況をつけて遊んでいる動画です。架空ファイプロ団体ワールドマニアクレスラーズ、通称 WMW のオーナーである私、マスクド西岡が実況を務めさせていただきます。ということで、この架空ファイプロ団体 WMW では3年連続の開催となっております年末タッグリーグ、まあ、プロレス界ではね、年末にはタッグリーグを行うと、タッグリーグ戦、タッグの祭典を行うというのが、まあ、通例となりつつあるので、まあ、それに倣ってこの架空ファイプロ団体でも、タッグリーグを行うということですね。で、最初に申し上げておくのは、今回から3試合でいけるはずなんですよね。1、2、3、4、5、6、7、8やから多分いけるはず。今回が23回目の動画で、5日間ちょっとお休みをしたりというのがありましたので、1回の動画で、4試合を、前回までこなしてまいりましたが、3試合で多分いけると思いますので、ちょっと動画の時間が少なく短くなってますけども、まあ、そういう関係ということになっております。まあ、もちろん、3試合行うけども、試合時間が30分時間切れ引き分けというふうになったらね、それでもそこそこ長い40分超えの動画になってると思いますけど、どうなるかは分かりません。試合のルールを説明を一応しておきましょうかね。30分一本勝負の5点方式ということで、させていただいておりますが、何しろ時間切れ引き分けが多いので混沌とした、優勝争いとなっております。ちなみに、今回のシリーズで優勝したタッグチームは、来年 1.5 の方かなの方で、行われます。何やったっけな、なんとか忘れたネーミングを、ここでずっと出てこないということはあんまり定着していない、マニアックキングダム 1.4 ですね。 1.4 と 1.5 を行うということになっています。そちらで、全てタイトルマッチで構成された、工業というか試合を行いますので、全試合タイトルマッチというね、今までやったことないと思うんですね、そういう企画はね。で、まあ、そこで、IBO タッグのタイトルに、挑戦ということが決まっております。で、現在戦っているのが北斗晶ライオネスアスカ組が17点、唯一の女子タッグの参戦となりましたが、意外や意外、なかなかの健闘ぶりをしているというところですね。3勝7敗1分け、出るかな、3勝7敗1分けで、この試合を含む残り3試合ですね。試合数ちょっとデコボコがあるんですけども、残り3試合のチームがいて、残り2試合のチームもいて、残り4試合のチーム2、3、4ぐらいというところですかね。だいたい3試合ぐらい残っているというところになります。まあ、以前申し上げた通り、一応ガチでやってますので、そのきちんと1位を争っているチームの試合はできたら最後の方に、高得点同士の試合を最後の方に残して、ちょっとこの点数争いを盛り上げたいという気持ちの表れでそういう風になっておりますので、ちょっとね凸凹がありますが、ご理解いただけたらと思います。あとは何か言うことあったっけな。はい、特にないです。特にプロレスの話題も喋ることがネタがないというか、
本日これが、3本取り、これ終わったらまだ残り3本今日取れたら取ろうと思っていますが、力尽きるまでやりたいと思います。まあ、倒れない程度にね。さあというわけで、アグネス仮面マスクの西岡組がね、これ現在27点で、残り、あ、アグネス仮面マスクの西岡組も残り4試合ありますね。ということはですよ、全部勝ったら20点入りますから、47点追いつけなくもないんですね。47点であればね、現在トップが41点で、前田翔組が残り3試合、つまり残り3試合を全て引き分けた場合6点しか入らない。もちろん負けも含んだ場合はそれ以下の場合もあります。となると6点で47点ですから、アグネス西岡組これ、を含む残り4試合全て勝つことがもしできれば、トップに並ぶ可能性もあります。で、そうそう、まあ、これね、各ファイプロ団体プロ、WMW をご覧いただいたことがある方であれば、毎度おなじみのことなんですけども、今回、に限らずリーグ戦の場合、同点で、1位が決まらなかった場合は同点決勝リーグというのが開催されます。まあ、仮にですけども、現在トップを走る前田翔組、そして、アニマルエース組、ハンセンブロディ組、この3チームが、まあ、奇跡のごとく同点で全ての試合を日程を終えた場合、その3チームで三つどもえ戦というか、再び、3チーム参加のリーグ戦が、開催されるということになります。ということは、もしそうなった時には最終日に、それを全部こなす大晦日にめっちゃそれをやらなあかんということに、なるわけですね。3試合を行う、まあ、それぐらいからなんとかなるでしょう。別動画にしてもいいですしね。まあ、とりあえず今年のシリーズは今年のうちに大晦日、見ていただける人がいるのか、逆にでも大晦日とかの方がもうやることないというか、合間に見てくださったりするんですよね。これはね、でもね、何でしょうね、そのもう最初に気づいときゃいいんですけど、動画をこうやって、作るようになって、 YouTube に上げるようになって、多分3回目のお正月というか年末年始を迎えるから、でやっと分かったことは、もっと早く気づいたけどというんですけど、個人的には年末年始なんてクソ忙しい時にこんな動画なんか見る人おれへんわとかって思ってたんですけど、全く逆ですね。その逆に年末年始の方がテレビももうあんまり面白くなかったりして、動画を見る、仕事が休みでちょっと移動する、例えば車で、どっかにドライブ、もしくは旅行に行く、まあ、実家に帰るやなんやする、友達と遊びに行く、運転してる人はもちろん動画を見ることはできませんけど、スマホで見れますから、バッテリーに余裕さえあればその移動中に、車の中、電車の中で、この動画を見ることができるわけですよね。ということは、逆にその年末年始ようけ動画を用意しとかないといけないというのが、この動画配信者のやり方というか考え方になるんだなというのを今更ながら、だから多分初年度というか一番最初の正月なんて多分動画の配信をストップというか、まあ、正月見ひんやろからなと思って、正月用のバトルロイヤル、新春バトルロイヤルかなんかだけをして、あとしなかったんですよ。で多分取りこぼしてるというか、あれなんちゅうんですかね、こう物が売れるときにその商品がないようなやつっていうのね、なんとかロスみたいな言うんですかね、みたいなことをやってました。で2年目、昨年はだからそれにちょっと気づいて、やらなあかんなと思ってたんですけども、きっちりとしたスケジューリングができず、行き当たりばったりでやってると、年末で
年末にこなさないといけない動画の収録もしくは編集に追いつかず間に合わず年を越すというようなことが起きたような気がします。で今年はもうそれを両方動画見る人が多いということと年末は忙しいぞということなので、本日は3本目、下手したら、6本撮りというわけのわからないスケジュールを、今組んでるということになりますが、まあね、プロレスのネタを何か喋らなあかんなというプレッシャーから解放されて、とにかく試合を見ながらわきゃ言って、それでなんとか企画を進めること、時間時計の針を進めることができれば、まあ何ちゅうしょうね、それでいいやと。でも本来はまあそうですもんね、ゲーム実況というもの、まあ、この間もうだいぶ前になると思いますが、だいぶ前、何日か前になると思いますが、プロレスの試合を見に行って試合をほったらかして、そのプロレスファイプロでの試合をほったらかしてプロレス見に行った時の感想をペラ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 喋り続けるよりかは、こうやってあ、もういつの間にか20分経過してる、こういうことですよ。はい、試合の方に集中しましょう。21分経過。さあマスクド西岡、アグネス仮面組が奇跡の優勝もしくは決勝リーグへの進出を望むのであれば、もう一つも負けられない戦いがそこにあるというやつですが、このね、北斗晶ライオネス飛鳥組エディットポイントを160ということで能力値的には、低い。ただまあそのまあね、以前もちょっと言ったことあるんですけど、エディットポイントが低いからといって弱いというわけではない。そのやっぱり技、ロジック、スキルなどの組み合わせによってレスラーの、強さが決まってくるので、総ポイントエディットポイントでは測れない部分はあるとは分かってるんですけども、それでもこの女子レスラー160のエディットポイントで、大活躍と。まあここまでね、まだ諦めてるわけじゃないですけども、3勝を挙げている、しかも鶴田小林組、小橋鶴田組、に引き分けるという結果を残していますから、まあ十分。あ、ちょっと待ってください。今珍しいですね、このタッグマッチでゴロゴロというのは。きっとですけども、北斗晶が頭を押さえてゴロゴロというのは、これ頭部への集中ダメージを食らっている状況ですね。ということは頭に何かこうダメージを食らうとギブアップするかもしれないという状況ですが、まあこれは多分、マスクの西岡もアグネス仮面もそこそこ頭にダメージを与える技を持っているというのと、この北斗晶というのはあのデビューして間もない頃、おーどうだこれ、いやーさすがに決まった。デビューして間もない頃、なだれ式のツームストンパイルドライバーかなんかをタッグマッチで食らって、首に骨折するという若い時の、まだ宇野薫やったっけ、宇野なんとかっていう名前の時ですよね、北斗晶を名乗ってない時っていうのがあったので、北斗晶の首の耐久度を多分減らしてたような気がするんですよね、低いに普通よりもね、多分そのことが影響した、まあなんていうかこう古傷の悪化というような表現でもいいかもしれません。試合時間24分44秒、マーベラス小島直伝の卍固め、これはアグネス仮面という漫画の中で登場する、まあ、師匠的なアントニオ猪木的な存在から、直伝されたという命名でこの必殺技にさせていただいているということで、ペラペラ喋ってまいりましたが、試合評価 88% で第1試合無事終了。さあ次の試合行きましょう。これね、アグネス仮面マスクドにしようか、もしかしたらもしかするかもしれない。さあ行きましょう。はい、というわけで本日の2試合目となります、男色 D のマクドナルド組対ドナルト組対マササイトニックボックインクルの試合行きましょう。試合開始です。はい、青コーナーマクドナルド男色 D の組が29点、マササイトニックボックインク組赤コーナーが25点、先ほどのアグネス西岡組が27点で、これはもしかしてなんて言いましたけども、男色 D のマクドナルド組はこれ残り3試合、この試合含む残り3試合となっているので、全部勝っても15点
43点だとちょっと厳しいなということになるわけですね。前田将軍トップで41点ですから、試合数の残り試合数での差ですね。逆にマサ斉藤ニックボックインク組の方が現在25点で残り試合が4ですので、アグネス仮面マスクドニショーカーと同じように残り全部勝てば40点ですので、ああそうか、もうそうなると優勝は無理なんや。はあ、はあ、そうか、そうですよね、合ってますよね。残り試合が4、あ違う45点か。あ、ほんならまだ可能性あるんですね。だからこうなるとマサ斉藤ニックボックインクル組は現在25点で残り試合が4、つまり全部勝って20点入って45点、なので前田翔組がどっかで負けないといけないと。先ほどは全部引き分けでも、いける。アグネス西岡組は、決勝の舞台に立てるかもしれないけどもっていうことですけど、マサ斉藤ニックボックインクル組にすると残り全部勝って前田翔組が負ける必要もあるということですね。ちょっと厳しいですが、まだ可能性はゼロではないというところ。さあ、それをバッシュディのマクドナルド組が打ち破るかというところですね。試合の方を実況していくと言いながら別の話になるんですけども、これもどうでもいい話ですよ。こうやって動画を収録して、それを YouTube に上げます。でもちろん YouTube に動画を上げたら、その動画をもうこの何ですか、パソコンのハードディスクと SDD でしたっけ、 SSD でしたっけ、その記憶媒体ですかのところから消すんですけども、きれいさっぱり消えてないのか、それを僕がこれはちょっと残しとこうかなみたいなで残してるのもあるのか、この収録をしている間に、その動画を収録、撮影するソフトが、残りギガ数っていうんですかね、残りギガバイトいくつっていうのが表示されてるんですね。それがなくなると当然収録ができなくなる、撮影ができなくなるということになるんですけども、それがね、取りだめをしようとしてるからどんどん減ってるんですね。で、あれ言ったかな、外付けのハードディスクみたいなものをちょっと買おうかなと思ったりしてるんですけども、そういうのをね買ったことがないんですよ。でいつも内部パソコンのそのなんていうんですか、記憶媒体で、カバーできるぐらいしか当然使ったことがないので、こんなにこう動画配信なんていうことを大量にするということが生まれて初めてなので、別にパソコンを買い替えようとかっていう気はないし、そんなお金もあんまりもうないし、なのでその外付けのハードディスクか外付けの SSD を買おうかなとちょっと思ったりするんですけども、あんまり安いもんじゃないですけどね。それがどんなもんなのかなと思って、もし詳しい方がおられたら、あれはいいですよというのか、特にだからそのなんていうんですかね、パソコンが壊れたクラッシュする時のためした時のための保存用というわけではなく、単にこの動画配信をする時の、記憶媒体不足を解消するためぐらいの目的なので、そんなにアホみたいな、なんてらとかっていうのではなくてもいいんですけども、いつもねだいたい今パソコンのだいたいクリーンナップというか綺麗にしてる状態だと1テラぐらいは残ってる状態で動画編集を収録をし始めることが多いんですけども、それが最近1テラを切ってて890、今 4.7 ギガバイトって書いてるんですよ。だいぶ減ってきてるんですよね。1回の動画でどのぐらい使ってるか僕もちょっとよく分かってませんけども、まめに消さないとそれがあっという間に多分ゼロになってくるんだろうなと、残りがね。
だそれをちょっと今こうなんていうんですか、やんあの気にしてるというかね。まあよかったらそのそういう外付けのよくご存知な方、あんまりあれはこう遅くなるから良くないとか、おすすめできないとか、これならいいですよとか、いや別に普通に使えますよとかいうのをご存知の方、いつも他力本願で申し訳ないですが、よかったらコメントの方をよろしくお願いします。さあというわけで、その数字がねどんどん減っていくのが、1テラからどんどん減っていくのがにビビりながら今収録をしていると。894もあれば大丈夫なんでしょうけどね。まあ、今回そのね何日か前から言ってるように、来年の 1.4、1.5 ぐらいまでの動画を、とにかく撮って撮りまくって編集して、まあでも YouTube に上げてしまえばいいんですけどね、上げてしまえば消してしまえるんですけど、消してしまったらねもう編集ができないっていうのはあるんで、ちょっとその辺が怖いから一応残しとこうかなみたいなのがちょっとあって、それでもあんまりにもこう多くなるからさすがに消していくんですけどね。で、あと新しいレスラー作ったら、そのレスラーの入場テーマは確実に容量を送っていくというか、データを残しておかないといけないので、じゃないと入場シーンもしくは買った時の音楽が流れないので、それはさすがに確実に増えていくんですよね。レスラーが増えていけば増えていくほど、だからそれをちゃんとできるかどうかわからないですけど、うまく、どうやってできんやろうな。要はファイプロワールドがある、その他をなんとかすればいいかな、まあ、とにかくその外付けでなんとかやろうかなと思ってるんで、ということですね。はい、まあ、もうよくわからないのでそれ以上やめておきましょう。さあというわけで試合の方に集中しましょう。さあ奇跡を起こすのはどっちもどっちやけどな。まあ、前回ね、あの D のマクドナルド組が、前田ビッグショー組から、一本取るという大金星をやってのけましたが、あれは本当に奇跡だったのか、奇跡は2回続かない、2回続くということは実力だというふうになるのか。ただここに来てマサニック組も、意外と点数を伸ばしてきているということもあるので、29対25という点数、試合数は結局どっちだったっけ、マサ斎藤ニックボクリング組は残り4なんですよね。だからそういう意味ではあまり変わらないという感じ。どっちが勝つかな。まあ結局男色殺法が、まあ、あのリップロックなり、ナイトメアなり、その要はエンタメ殺法が、どれだけ出るかでしょうね。ただこれがこういうのですよね、男色クローでしたっけ、こういう噂が、あまり出すぎるのもちょっとなと思うのがあるんですよね。あくまでも男色 D のは普通にプロレスがうまくてテイストとしてそういうエンタメ殺法を使うのであり、マクドナルドの場合は基本ブチャベースのファイトスタイルで、そこにエンタメ殺法があるというのが、ファイトスタイルなので、それを前面に出しすぎるのもね、難しいですよね。あ、チアリズムいいですね。これは反則勝ちがどうなるかっていうのもちょっと結局見たいけど見れてないですもんね。持った椅子はどこに消えるのかと、どこから現れたっていうのもありますけどね。あれができるならこの椅子以外の凶器っていう、ね、デスマッチアイテムでも別にいいんでしょうけどね。それもまあ今後エディット、技エディターですかが発売されたら、そういう技もできるようになるでしょうね。まあまあ前回前々回ぐらいにその他のゲームやりたいゲームがないわけじゃないけども、7000時間遊んでるけどもっともっと、遊べるので、団体運営モードでももう一回ちょっとやろうかなとかって思ってましたけども、これもし技エディターが本当にまあまあ今年はもうさすがに無理でしょうけども、今後発売されたならば、余裕で1万時間ぐらいいくんでしょうね。1日10時間遊んでも多分飽きない。
その技エディターで技を作る、作った技を誰かに装備させる、装備させたレスラーで、試合をテストマッチしてみる、その使い勝手をなんですかデータ化というか、まあ、見るでやり直すということの繰り返しでしょうね。現在格闘プロ団体 WMW は300は超えて400いったんやったっけな、ちゃんと数えてないけど、最近また数えてない病がレスラーリストも全く更新してません。女子レスラーが40名加わったということで、400にもしかしたら手が届いているのかもしれません。で400に手が届くということは、まあ、少なくともそのうちの200、いやもっと少なく見つけるって100オリジナル技、そのレスラーにこの技はいるよなっていうことで、技をこいつのために作ってやろうというようなことになると、100は技を作らないといけないということになりますね。そうなると新しいレスラーを作ってる暇なんてないのかもしれません。もちろん、まあ、これまでに公言しているように、Steam のワークショップでこの技エディターで実装された時に作られた技がアップロード公開されるというであれば、それをダウンロードしてきてそれを元にいじるということが、一番ベストなんですけども、それをするとなるとね、もうすごい膨大ななんか量になる、そのアップロードされる数の量というんじゃなくてちょっとこう細かすぎるというかになるんじゃないかなと思うんですね。で言い方はめちゃめちゃ悪いですけども、これはもうわざと悪意を持ってというか言い方をすると、ちょっと前に発売になったダウンロードコンテンツのエントランスエディター、入場をいじれるというエディターが、かゆいところに手が届くという品ではなかったと思います。どっちかというとなんでここで中途半端な感じで終わってんのみたいな感じのもので、これはそこまでやってやるとバランス崩れるからっていうこと、バグを取り切ることができないからっていうようなリスク回避みたいなところですかね、いい綺麗な表現をするとのためにやってるんであれば、その技エディターが発売される時もそのリスクを恐れると言いませんけども、リスク回避をしたものがダウンロードコンテンツとして発売されるとなると、中途半端な感じの技エディターになる、中途半端な感じの技エディターになると、ダウンロードコンテンツとして発売されたとしても Steam とのそのつながりはないんじゃないかなと僕思ったりするわけですよね。なのでそうなると自分でやっぱり作らないといけない、自分で作ったものは自分でしか使えないっていう仕様になってそうな気がするということで、そういうことになってるわけですね。最近思うのはそれを、まあ取っ払ってくれたらね一番嬉しいですけどね。という間に、試合時間が残り3分を切ってましたので、さあここまで来るとどうだ、どっちもなんですけども、一発決めるのはやはりエンタメ殺法の方だと僕は思います。ニクボクインクルとマクドナルドが来る、あこれはどうだ、コーナーから飛ばないか、飛ばない、さあバックを狙うか、いやバックは狙ったぞ、リップロックは決まらない、2クラッシャーからの4の字固めある、さあどうだ、バックの取り合い、バックの取り合いが続く、バックの取り合いが続く、どこまでず、さあコブラツイスト、どうだマクドナルド耐えた、ダッシュグディーノがカット、そして残り1分、ニクボクインクル、さあヒップトスから4の字固めに行く、4の字固めが決まる、ダッシュグディーノは動けない、マササイマササイトは余裕、あーしかし耐えた、残り30秒、さあマクドナルドはリップロックを今度逆襲狙うか、いやいやバッククラッカーからの、もう一回行くチャンス、いやバック取る、残り10秒、いやーリップロックいかない、惜しい、あの時なんで出たんやろうという感じですよね、こうなるとね。いやニック・ボクインクルがこれはさすがだったと言うべきなのか、マクドナルドが、しくったというふうになるのか、試合時間30分引き分け、時間切れ引き分けということで試合評価 94%、点数は
2点ずつを分けるという結果になりました。いやー、ということはあの時前田明ビッグショー組に勝ったのは奇跡だったのか、奇跡は2度続かないというところなんでしょうかね。さあというわけで、本日は3試合お届けする予定ですので、もう1試合いきましょうかね。はい、というわけで本日3試合目最後の試合になります。飯塚隆鈴木稔組対船木正和ゲイリー・オブライト組の試合いきましょう。試合開始です。はい、はい、飯塚鈴木、あれちょっと待ってこちらの話ですか。大丈夫ですよ。飯塚鈴木組が、現在23点で残り3試合、船木オブライト組が、27点で残り3試合、船木オブライト組がなんかこういつの間にこんなとこまで来たのっていう27点、まあ、もちろんちょっと優勝争いにはもう離れましたね、残り3試合ですから15点、両チーム15点加えても42点と38点、船木オブライト組が可能性がゼロではないというところ、もちろんここで負けもしくは引き分け、引き分けでももうダメですね、苦しい状態となりますがというとですね、まあ、そうなると、まあ、消化試合と言ってしまえばそれまでなんですけども、苦しいところですね。鈴木実と飯塚隆はね、3勝5敗で、リングアウト勝ちというのが一つ入ってますね、まあ、それでも結局5敗している時点でちょっと厳しい、そこに加えて、2分けですね。ただまあこの残り試合ね、勝てないこともないんですけども、まあ、難しいですよね。このテーマとしてタッグチームを考えるとき、自由に選んでいい、その史実に基づかないというようなことで選んだ場合、いやこれはもう鈴木軍で多分テーマも一つあったと思うんですけどね、飯塚の流血、そして鈴木の関節技、この2つがうまくマッチすればタッグチームとしては、快進撃を続けるのではないかという予想をされる方多いと思うんですけども、なかなかそうはいかないというのが、っていうところですかね。何がこうそうするかはわからないというところですかね。まあ、逆にというかアニマルエース組なんかも、なぜこんなの勝ってるのかわからない。前田翔組はねやっぱり、ビッグショーのジャイアント属性が大きな要因になってると思いますけどもですね、難しいというかわからないですね。まあ、逆に、船木オブライト組も、まあ、もちろんお互い有形の、ファイトスタイルというタッグチームだとは思うんですけど、これももうちょっと、まあでもオブライトがな、オブライトがこんなもんなんかな。ゲイリー・オブライトも最初の頃苦労しましたもんね。とにかく勝てない、あのゲイリー・オブライトのこうスープレックス、殺人スープレックスをどう表現したらいいんだろうという、もう最近はねあんまり言わなくなりましたけども、昔はよく言ってたのはこのファイプロの、ファイトスタイルいろいろあるけども、スープレックスが得意なレスラーは、なかなか強くするのが難しいっていうこと、もちろん勝てなくはないんだけども、難しいんですよねっていうのをしょっちゅう言ってましたね、ぼやいてましたね。それがあったからゲイリー・オブライトをどうにかするっていうことになって、結局はその殺人スープレックスを、再現するのはもうクリティカルしかないだろうということで、ファイプロリターンズでしたっけ、リターンの攻略本をたまたま持っていたので、それを引っ張り出してきて、クリティカルが発生するスープレックスをできるだけ多く、まあ、つまりこうクリティカルが発生する確率を、分母を大きくすることで、上げてやるという狙いにしたんですね。でそれでもまだこうクリティカルがやっぱりしょっちゅう発生するわけじゃない、もちろんそのスキルの中で何でしたっけね、
ダメージが低くなって気力が高い場合クリティカルが発生する率が2倍になるみたいなスキルがあるんですけども、それを装備させるという点もあるんですけどね、それをすると今度ハードボディを外さないといけないとかっていうのもあるんで、そのバランスはちょっと難しかったんですけども、クリティカルがちょっと発生しやすいという方向にして今に至るというところ。疲れがびっくりした。ただまあ今回の試合、前回、シークウォッチャー組でシークを投げたと思うんですけどね、キャプチュードでクリティカル発生しましたけども、なかなかね。でその時期というか、たまたまそのゲイリオブライトを強化する特訓するという時にエンドレスジャーマンという技がダウンロードコンテンツというかアップデートで、導入されたんですよね。これはあの通常のジャーマンスープレックスと基本モーションとかは変わらないんですけども、相手に技をかけてジャーマンをかけた後再びバックを取った状態でリスタートするみたいな感じですね。なのでそこからもう一回、エンドレスジャーマンという技をかければ永遠とジャーマンをかけ続けることができるという、もちろん返される可能性はありますけどね。あれでちょっとこうダメージ値を与えつつ、その後、ベリートゥーバックとかフルネルソンバック、ジャーマンとかジャーマン、フルネルソンスープレックスとかにつなげてクリティカを狙うとかっていう風な選択肢になったんですよね。まあ、だからまだこう改造人間ゲイリー・オブライターとして一応完成はさせたつもりなんですけども、本当はまだ未完なのかもしれませんね。あ、これよく見てたらあれですね、船木と鈴木因縁の対決、しかも2人とも流血、いや喧嘩マッチになってきましたね。ゲイリー・オブライトと飯塚隆がちょっと添え物的なことになるのか。さあバック取って、これですね、これがこれです。ここでもう一回組み返す。もちろん今みたいに返し技を食らう時があるんですけども、ダメージを与え続けることができる可能性があると思います。ただこのねバックを取った時のロジックのこう組み方というか選択肢がすごい少ないんですよね。ダメージが小か大しかなかったり、相手レスラーのダメージが小の時はこれ、大の時はこれと、そこに瀕死があればねまた別なんですよ。あれをねもう統一してほしいっていうのはありますね。さあこれこういうのでねクリティカルが出るはずなんですけども、出る条件は揃ってるはずなんですよ、ただ出ない。いやーこれでゲイリー・オブライトも流血船木が小刻みに震えてますね。いやーまんじ固めで捉えられる。なんかこれあれですね、こう船木と鈴木みのるが組んでるような今、絵面にもなりましたが、さあジャーマン投げてはいるんですよ、投げてはいるんですけども決まらないんですよ。さあどうだ、ダメージはそこそこ与えれてるかと思うんですけども、 STF、 ただこのゲイリー・オブライト寝技はあまり得意ではないと。だから先ほど言ってたそのゲイリー・オブライトを強くするのにどうするかっていう方針の中で寝技を強くするっていう方向性もあったんですよね。投げ技でダメージを与えておいて STF もしくは、膝十字固めとか腕刺激逆十字固めとかで、ギブアップを奪うというファイトスタイルも一応模索はしてみたんですけどね、それをやってもあんまりうまくいかなかったような覚えがあって中途半端になったような気がするんですね。まあまた今度どっかでゲイリー・オブライトを戦わせてみてあんまりいい成績が残らないんであれば再び何かメスを入れないといけないのかもしれませんね。さあいつの間にか試合時間が18分。でもこの流血がやっぱり痛いな。いやアウトライトは流血してないんか、いやよくわからない。スチューンもやっぱりでもバックを取る機会は多いですよね。投げれるかどうか返されるかどうか、バックを取った時のこの返されるかどうかっていう
確率がよう未だにようわからないんですよね。バックを取るところまではゲイリー・オブライト成功してるはずなんですよね。何かあるでしょうね。さあ飯塚を眠らせたかったが、さあどうだ、因縁の対決、船木が鈴木にの腕を取っていきますけども、鈴木みのるの腕はまだピンピンしているという感じですね。さあバックドロップ、これはいいですね。相手も流血してますので悪くない。おーいいですね、スピニングキックでしたっけ。さすがにこれはタッチ。20分経過、残り試合時間が10分。さあ飯塚隆をこれで引き込んでおいて、ゲイリー・オブライトがツープラトンのドロップキック、おーアキレス腱固め。飯塚隆はまだでもそう簡単にはギブアップしないか。あーでも今前蹴りで倒れなかったですね。っていうことは飯塚の体力はかなり余裕があるという状況か。あー魔性のスリーパー、あーやってくれるな。今あの最後の蹴りを入れるところまでちょっと見たかったんで黙ってしまいましたが、すげえな飯塚隆、やっぱやるときはやる男、ゲイリー・オブライト試合時間21分7秒同締めスリーパーホールドで飯塚隆がゲイリー・オブライトからギブアップを奪った試合でした。さあというわけで、本日はもう3試合で終わりにしときます。ここからは3試合ずつでお届けして、これで、大晦日31日までに全て終わる予定のはず。もしダメだったらどっかで修正します。というわけでいつものように星取り表の方に行きましょう。はい、というわけで毎度おなじみお手製の星取り表の方を見ていただいております。本日行われたカードが青く塗られたところですね。アグネス仮面マスクド西岡組が勝って、32点で残り3試合なので、もしかしたらもしかするかもという話。マクドナルド男色 D の組とマササイトニックボックウンクル組が引き分けて、あと飯塚隆鈴木みのる組が勝って、これで28点では残り2試合ではちょっと厳しいというところですね。これが23回目の動画で残り2試合のチームがあったりですね、もうこれで4試合残っているチームはいないですね。2試合か3試合ということになってます。さあ、今回は下位グループの3試合となりましたが、そうなるとトップ3、前田翔組、ハンセンブロディ組、アニマルエース組の試合が次回ぐらいあるかな、ないかな、よくわかりませんが、お楽しみに。というわけで、今回はこの辺でお別れです。では、また。